賀さん。はい。ああ、株主総会。はい。やあ。それでは決算報告をさせていただきます。決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。さて、最終決戦。ご質問のある株主。好調だからって意気がるんじゃない。ポテンシャルの結果があって。いや、待ってください。聞いてください。待て、ちゃんと考えてください。いや、待てください。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。ツッコミの考えありますよ。いや、待ってください。聞いてください。ちゃんと考えてください。完璧だ。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。こんな社長信頼できません。とにかく気に入らない。一部あると私は論破されてる。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。もっと利益出せるだろうがよ。なあ、とにかく気に食わねえんだよ。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。甘い。いや、待ってください。甘すぎる。うまくいってるからって調子こいてんな。よし、うるせえ。株主の皆さん、この度は誠に申し訳ありませんでした。調子の株主の方は挙手をお願いいたします。すぐ失墜するって。聞いてください。甘い。甘すぎるんだ。もう一致。ご質問。まだまだ甘さが目立ちますね。ちょっと考えてみろ。皆さん本当に満足してます。私がこれにて定期株主総会を終了いたします。それでは今回の大成功を祝して一つよー。皆さん、最高の株主総会だったな。株価アップだ。まだまだ成り上がるぜ。ランキングがアップしました。ありがとうございます。はい。お、
見事じゃったの。これも彼氏のおかげじゃ。お主になら抱かれてもいいぞ。だろ、気持ちだけもらっておくぜ。いや、お主ならエリーを嫁にやってもよいと思ってな。えな、おばあちゃん何言ってるのよ。あばばばばばばばまんざらでもないくせにの、おこけこっこ。コケじゃないわよ、まったく。もごめんなさい、春日さん。いや、こっちこそすまねえ。俺みたいなおっさんなんかとくっつけられたらエリちゃんも嫌だよな。え、あ、いや、そういうことじゃなくて、そのくっつけられるのは嬉しいんですけど。ええ、あ、いや、その、あの、もうなんでもないです。春日さん鈍感なんだから。嫁入りはまだまだ先みたいじゃな。もうその話は終わり。さて、これからじゃが、横浜1位になったとはいえまだまだ安泰ではない。1位になってますます株主の要求もきつくなってくる。彼氏、まだ一緒に経営を続けてはくれんか。私からもお願いします。一番ホールディングスには、私には春日さんが必要なんです。みんなありがとうよ。もちろん俺もそのつもりだ。ここは俺の大事な居場所だ。これからもよろしく頼むぜ、みんな。春日さん、はい、よろしくお願いします。よっしゃ、横浜のてっぺんじゃ物足りねえ。次は日本一、世界一の企業を目指して頑張ろうぜ。はい、笑顔が一番一番ホールディングス。